本日は天童にお招きいただき大変嬉しいござる。佐々木殿と師匠の深浦殿にはよく痛い目に遭わされておるので、今日はその借りを返す絶好の機会じゃ。全軍を躍動させ勝利を目指したい。いざ尋常に勝負。ということで、佐々木殿が投了されました。藤井殿の勝ちということで、政府の皆さん、ありがとうございました。